サーティワンのアイスなケーキを買ってきましたよ。さあ何が入ってるでしょうか。よいしょ。あ、では出してみましょうに。風船のケーキでした。あら、はっちーちゃん、あじゃあちょっとね、前向きはちょっとかわいそうなので後ろ向きでカットしてみましょうか。よいしょ。こんな感じでございます。はい、はい、では作っていきましょう。外側のね、ストロベリー&チョコレートチップのところはこちらのキャンドゥの粘土を使います。で、このボールをね、使います。これおままごとでね、よく使うんですけど、はい、チョコチップですね。このね、赤い粘土をね、入れましょう。適当適当、はい、こんなもんでいいでしょ。で、これを外側に敷き詰めましょう。次にこの中に入れるね、アイスがキャラメルリボンですね。こちらのふわっと軽い粘土の白を使います。で、これに黄土色の絵の具そのままつけちゃいます。で、こうね、よく絵の具がね、まんべんなくね、色がつくようにこね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 します。ソースですね、キャラメルのソース、このね、2色をこう混ぜて使います。ちょっとね、こう手についちゃうとちょっと取れなくなっちゃうから気をつけちゃう。はい、こんな感じでね、混ざりきらない感じで、まあね、こんなもんでいいでしょうね。じゃあこれをこの中に入れてと。で、ギュッギュッギュッします。ギュッギュッギュッ、はい、で、肩からね、外しましょう。よいしょ。ポンと。お耳を作るの忘れてた。一番外のね、色はね、プーさんの色にしないといけませんね。先ほどのこのボールを使います。これにお水を入れていきましょう。で、ここに絵の具の黄色と黄土色と白、はい、混ぜ混ぜ色ができましたね。で、ここに半分ぐらいでいいかな、でね、大胆にもここの中に入れて、ではね、先ほどのね、言い忘れてました、こちらの生地をね、少しね、置いておいて、お耳ね、はい、ではこれにこのクリーム状になったね、粘土ね、はい、これを塗りましょう。うわーい。楽しい。うまくできたらいいですけど。塗れましたので、ちょっと乾かしましょう。小物をね、作っていきますよ。こんな感じで。こうして並べて、指で軽く押さえます。真ん中でキュッとしたらね、出来上がりです。お花ぐるりね、周りのね、ホイップのところはこのね、ふわっと軽い粘土の白でね、雫型をね、足元に、
ぐるり。いいですよね。綺麗に塗れたね。ではお顔をねつけていきましょう。落ちて。それでは完成。ではじゃじゃーん。本物が来ました。ちょっと複雑な心境。じゃあここねカットしたいと思います。溶けちゃった。なんかくちゃくちゃになってしまったね。ということで急いで食べましょう。はい。では今日はね、サティワンのアイスケーキ作ってみました。この前はね、スヌーピーもね、挑戦してみたんですけど、そちらもよかったらご覧ください。今日はこの辺に。